武田信玄は戦国時代の武将。子に武田信祖だ。海の国の元国主である武田信虎の諸子とする伝承があり、それに従えば武田信玄の異母帝となる。幼少期は信玄と家臣団により駿河国に追放された信虎のもとで養育されたと思われるが、工事2年3月に三好長兄の計らいにより山和国から招かれて脇上上主となった。 長慶の死後も、三好長春に引き続き仕えた。脇町氏には、三好長慶が脇城を集築したのは、天文2年であり、工事2年までは、三好長慶の一族である、三好賢則を上司として、阿波国北方の守備の任に当たらせた。三好賢則は、在城20年余りの間に、脇町の民生に尽くして、 城下の発展に尽くしたが、年老いて、重責を果たすのが困難になってきたため、武田信玄と交代することとなった。と伝えている。この他に、阿波長軍、桑の城主となった武田信綱も買い、武田氏と言われている。天正6年、隣城の三好康都氏と共に、長祖壁元地下の信仰の前に降伏する。後に、 織田信長の四国侵攻が始まると、三好安永の説得により、再び三好側に寝返る。しかし、本能寺の変で織田軍の後援が断たれると、1582年8月に、再び長蘇壁氏の侵攻を受けて落城する。尾見原市古城を答えによると、天正10年8月17日に、長蘇壁軍は3 0 0余の兵で脇城を攻撃し、 城兵はわずか500程度であったが、長我壁軍の猛攻の前に5日間耐え続けたという。そして8月22日に、神剣は城を脱出し、阿山山脈を越えて、佐抜国へと逃亡するが、長我壁軍の追撃により佐抜国大川軍で戦死した。神剣の遺体は、家臣の大塚前太夫が、付近の東ず明寺に埋葬した。法名は、 恵みの地位選出答案工事。神剣の子、信貞は父に同行説上に残り、16歳という若さで自害して果てたという。ありがとうございます。